ありがとうございました。さあでは続いてのニュース、有本さんお選びいただいてよろしいですか。まあ、これやっぱり今日触れないわけにいきませんね、はい、1番ですかね、はい、それとねちょっと3番も一緒に違うニュースですが、はい、わかりました、はい、ではこちら2本立てで参りましょう。中国外相、日本漁船の尖閣航行中止要求というニュースと、首相安倍氏の国会招致拒否、野党食い違いを追及とありますが、続けて2本立てで深入りまいりましょう。こちら産経新聞の記事の概要です。菅総理は25日、中国の王毅国務委員兼外相と官邸で会談し、尖閣諸島周辺海域での中国航船の航行に懸念を表明し、前向きな対応を求めました。一方、王毅外相は会談後記者団に対し、尖閣諸島周辺で操業している日本漁船を念頭に、偽装漁船が繰り返し敏感な海域に入っている、このような船舶を入れないようにするのはとても大事だと述べたということです。また菅総理は6月に国家安全維持法が制定された香港情勢について懸念を表明、北朝鮮による拉致問題の解決に向け中国の協力も求めました。これに先立ち王毅外相は加藤官房長官や自民党の二階幹事長らとも会談。加藤官房長官は尖閣諸島や香港情勢について懸念を表明する一方で、日中関係を重視する菅政権の姿勢は変わりないと伝えたということです、というニュースが一つ。そしてこちらは共同通信の記事によりますと、菅総理は25日の衆議院予算委員会集中審議で、安倍前総理主催の桜を見る会前日に開かれた夕食会で費用の一部を補填した疑惑に関し、安倍前総理の国会招致を事実上拒否しました。立憲民主党の枝野幸男代表がこれまでの国会答弁と食い違うと追及し、本人に説明を促すよう求めましたが、菅総理は安倍前総理は捜査に全面的に協力すると述べている、国会の件は国会で決めることだと語るにとどめたということです。また枝野代表が GoTo トラベルがコロナ感染拡大を助長したと指摘すると、菅総理は地域経済を下支えしている、専門家の提言では主要な原因とする証拠はないとされていると反論しましたとなっております。はい、まず最初のですね、はい、その中国の王毅なる人物が日本に来まして、ちょっとこれ、そうそう、呼んでもいないのにね、このこれに関係するちょっと VTR があるんですけれども、はい、VTR というかですね、ちょっとこれは、こちらでの映像じゃないんですが、ちょっとある方がツイッターで、切り取ってらっしゃったんですね。はい、でこれ何を言ってるかというとですね、共同記者会見、日中外相会談の後の共同記者会見で、はい、まあ、肉声も出ると思うんですけどね、あの王毅氏というよりはこれあの、はい、通訳の音声です。先ほど茂木大臣の方からも徴用等の事態について言及されましたが、我々も最近の徴用等の情勢と事態に注視しています。ここで一つの事実を紹介したいと思います。この間、一部のその事実が、真相が分かっていないその日本の漁船が絶えなく徴用等の周辺の敏感的な水域に入って、います。入っているその事態が発生しています。これに対して我々がやむを得ず、中国側としてはやむを得ず必要的な反応をしなければなりません。これは一つの基本的な状況です。しかし我々中国側のその立場は明確です。我々がもちろんその引き続き自国の主権を守っていきます。しかしそれと同時に我々としても3点の希望を持っています。まずは1点目は、引き続き双方が4項目の原則的共通認識を堅持することです。そして2点目は、敏感的な水域における事態を複雑化させる事態行動を避ける、回避することです。その3点目は、いざとするときはその一旦、問題が発生した場合はやはり意思疎通と対話を通じまして適切に対処することであります。我々としては引き続き双方の共同の努力を通じまして、この東海を平和の海、友好の海、協力の海をしていきたいと思います。これは基本的な両国のその主張、そして両国の共通利益に関していると思います。谢谢、ありがとうございました。谢谢、ありがとう。まあ、お前が言うなって話ですけどね、複雑化とか、いや複雑化させたのは中国ですから、
あのね、これ実はここで終わってるんですよ、共同記者会見は。最後のシーンなのね。それでね、ちょっと今よく聞き取れなかったかもしれませんけど、最後に大木さんがシェイシェイと言ってるじゃないですか。実はね、大木さんってあの日本の大使だったこともあって、はい、この人ものすごい日本語が堪能なんですね、うん、だからおそらくその通訳の言うこと聞いてうなずいてたでしょ、日本語が分かるからなんですけど、あの多分ですね、二階さんとかと食事してますよね、あの菅さんと会った後に、でその時は多分日本語で喋ってると思います。それぐらい堪能なんですよね、日本語がね、はいはいはい、でまあそれはさておき、この大木さん最後にシェイシェイと言って、要するにこれだけ日本語が堪能な人でも、こういう公式な場面では絶対当然ながら日本語使わないですよ、当たり前なんですよね、通訳を通してやるというのが、なので最後にこの大木さんがシェイシェイと言った後に、これであの共同記者会見終わりますというのとほぼ同時ぐらいに、茂木さんの声でシェイシェイという言葉が入ってるんですよ。もう考えられないね、私は。あのね、これ大木さんが言った時点で、なんか日本の外務大臣ね、なんかニヤニヤしてるんじゃなくって、ちょっと待ってください、最後に私からももう一言と、なんで言わないんですか。で茂木さんね、まあ、結構国会の対応とか見てると、事務方が答弁してたりするときに結構後ろから高圧的にあの部下に対して声かけたりとかしてて、あれはおっかない人だってイメージあるんだけれども、ここまで中国の外相に舐めた真似されても、こんなに従順なのかというので、私はちょっとショックですね、はっきり申し上げて。外相ってだってこの人より楊潔チさんの方が偉いんですよね。まあ、そうですね、はい、そうです。でね、大木さんが来たことに関して、まあ、自民党内でも、まあ、一部の人からですけどね、一体何しに来たのって声もあるんだけど、でもあんまり大きな声が上がってないんですよ。でこれ急に決まったらしいですね、どうやら。ということは、アメリカの大統領選挙の大体情勢を見て、日本の様子をまず見に来た、それから王毅外相としては、まあ、やっぱりその今までアメリカのトランプ政権がいろいろね、作り上げてきた新たな形での中国包囲網ですね、でヨーロッパもそれに乗ってきてますよね、でオーストラリアとかそういうところがみんなこう参加しつつある、これに対してやっぱ突き崩すポイントは日本だということで様子を見に来てるわけですよ。はい。でね、もう一つ、あの茂木さんのね、会見のちょっと一部聞い取ったのがあるんですけど、このまま大きさ、先ほど申し上げたようにですね、外相会談、今日の夕方からということで、内容についてはさまざまな幅広い内容について議論したいと思っておりますが、今の段階でこういうふうになりますと、まあ、この結論について申し上げることはできないんですが、二国間にはさまざまな懸案というのもありまして、ハイレベルの会談を通じて懸案を一つ一つ解決していくことが重要だと考えています。新型コロナ、これは国際的にも非常に重要な問題でありますから、これに関する協力を含めてですね、地域国際情勢についても率直な意見交換を行いたいと思っております。こんなことのために日中外相会談やるんですか。これだけ尖閣諸島に船を出して居座ってきているような国に対してね、それから新型コロナで国際的に重要な問題だから協力し合うって言いますけれども、このウイルスそもそも世界にもたらしたのはどこの国なんですか。出どこはここじゃないですか。でしょ。だからなんでこの人を今来させるわけっていうふうに思うわけ。ちょっと考えられないね。視聴者の方からメールもいただいてますので、せっかくですからね、読ませていただきましょう、はい、50代男性の方から、皆さんいつも価値のあるオンエアありがとうございます、大変恐縮です。さて、何をしに来日したのか分かりませんが大木氏来日ついでに言いたい放題、茂木外相その場で何を言ってんだと突っぱねるぐらいの対応ができないんでしょうか、うん、腹の底では煮えくり返る思いをされているかもしれませんが、公式の場黙っていては周りへ間違ったメッセージにとらわれかねません、うん、日々一生懸命日本を守っておられる海保や自衛隊の皆さんに顔向けできないですという怒りのメールを頂戴しております。全くそう思いますね。でね、なんかその大木さんはやっぱ自国において自分がね、要するに日本、まあ要するに日本語もできる元日本大使としてこれだけやってるんだっていうアピールのために来たんだと、
はあ、なんかいつものパターンなんですよ、中国側のあるいは中国の要人の真意ばっかりおもんばかって、だから何って話なのね、別にこの人にその手柄を立ててもらったからってなんか日本側にいいことあるのって一つもないわけじゃないですか、それとさっきの茂木さんのハイレベルな対話によって問題を一つ一つ解決していく、これも聞き飽きた話なんですけど、今まで一度でも問題解決したことあります？まあ、少なくともこの20年全然ないですよ、ゼロハイレベルな対話はこれだけやってきてて、はい、で、私その加藤、まあ、官房長官も含めてね、皆さんその懸念を中国に表明したって言うじゃないですか、であんまりにも言うから私ちょっと懸念って言葉について私の認識が間違ってるのかと思って辞書引いてみたんですけど懸念っていうのは気にかかって不安に思うことなんですよ、ね、はい、自国の海を侵されようとしていることが気にかかって不安に思うっていう程度のことなんでしょうかね。毎日海保の人たち命がけでしょ。もう遺憾と同レベルですね。何やってくれてるのって話なんですよ本当に。だからさっきの話もね、工場を制度化するって話もそうですけど、はい、ダメなことはダメなんだってどうして言えないのかしら、その程度のリスクも取れないような政治家がいてね、それで海保とか海自衛隊の人たちは命かけなきゃいけないとしたら本当に切ないですよね。何を怖がってるのか全くわからない、はい、でここで一つね、まあ、エピソードを言いますとですね、茂木さんはやっぱり親中派なんですね、間違いなく。もう十数年前に、まあ、茂木さんが若手議員でいらした時にですね、何人かの当時若手議員が、香港に行きました。その中には茂木さんとかあるいは今の閣僚メンバーだと岸信夫防衛大臣とか入っていたんですね、でその何人かでその香港に行く、で香港まで行けば深圳が近いじゃないですか、でじゃあ深圳もついでに視察をしようということになったらしいんです、そのグループがね、特別若手議員グループが。でやっぱり政治家ですから、一応ビザがいるわけですよ、でビザがいるからってビザ申請したんですって、茂木さんだけ真っ先にビザが出たそうです。あ、他の人たちはちょっと待てだったそうですよ。そうですか。だからそれぐらい中国側のおぼし飯のいい人であることは間違いないんですね。だけどね、どういうそのおぼし飯がよかろうがね、どんなパイプがあるか知りませんけれども、これは日本の外務大臣として全くダメでしょう。しかもが、共同記者会見ということはもう世界に開かれた会見なわけですから、何この人ってなりますよね。どうしてもだからここでね、考えられない。ここで、お前何言ってんだと、違うだろうというのを一回でも言えばですね、次そう言われちゃうようなこと言えなくなるんですよ。そう思いますね、はい、で何言ってもシェーシェーで済むんだったら、何でも言ってきますよこれから。しかもなんで相手の言葉でシェーシェーと言わなきゃいけないの、この方竹下派の方ですよね。そうですね、日本語でね、恩、に切りますとかね、言っとけないんですかね。しかも正社はないよね、ユニコとか言って、なんか旧田中浜で遡る中国とのね、関係を邪推したくもなりますよね。最近うちの娘が考えたギャグがシェイシェイなんですけど、ある日いきなりですね、お尻シェイシェイって言い始めた。何それ、どういうこと。いや、それどういう意味なのって聞いたら、よく意味は説明してくれなかったんですけど、最近お尻シェイシェイにハマってて、お尻シェイシェイ、お尻シェイシェイって、どうして誰が言ってたのって聞いたら、自分で考えたって。なるほど、はい、今一番、はい、じゃあシェイシェイはなんかお尻シェイシェイね、お尻シェイシェイ、ね、うん、なるほど、盛りですからね。でも外務大臣がそんなことを口にしてもね。そうですよ。あ、ここでお尻シェイシェイ言えばまだよかったですね。まだね、それはそうですよ。ここでお尻シェイシェイ言えば、これ結構これ世界のニュースになります。で尖閣でね、複雑がどうのこうのって言って、それに対して日本の外務大臣がお尻シェイシェイかましたら、これ結構いい感じの、それは気は確かかという話になりますから。いやだってね、例えばイギリスのラブ外相なんかは、もうそのウイグル問題、やっぱり人権問題、これだけね、重篤だということが言われている中では、北京で冬のオリンピックなんていうのはちょっとまあいけないかもしれないよっていうことまで言ってるわけじゃないですか。何ですか懸念っていうのは。ドイツだってフランスだって。そうですよ、ドイツだってフランスだって言ってるんですよ。懸念ってね、不安に思ってるっていうレベルの話を、でその自国のね、海にずかずか船が入ってきてるのをその程度しか言えないんだったらば、茂木さんの家とか庭とかね、加藤さん家の庭とかに我々ずかずか入ってっても、
いやちょっとあの懸念があるんですけどみたいなぐらいでしかもしかして言わないのっていう話ですよ。警察呼ばれて終わりですからね。そうです、つまみ出されて終わりです。だけど世界には警察が残念ながらないのでね、いや本当に考えられない人たちだと思いますね、本当に。うん、だからそういう意味でこの状況を見るとね、はい、途端にやっぱり中国は日本に触手を伸ばしてくるわけですよ。だからバイデンさんになって大丈夫なのということを日本人が多くの人が思うのは当たり前、それでやっぱりね政治家の中からこんなこと何してくれてんのっていう声が全然上がらないっていうのも本当にどうしようもないと思います、はい、それと ねもう一つのニュースなんですけど、はい、このタイミングを合わせるかのように、この安倍元前首相のね、要するにその、まあ、国会招致なんていうのはあの野党のね、あの別に質問なんかに答えたって何の意味もないけれども、私はやはりこの安倍事務所側が今回のことが事実であるならばですよ、事実であるならば、そしてもしかして例えば秘書とかそういう人たち立件されるということになるんであれば、これは大変な問題だと思いますやっぱり、でまあ、実はあの私自身もですね、この桜を見る会大騒ぎしてた時に、あの地元の方に話聞いたりとかですね、あるいはそのホテルにも問い合わせもしましたよ、だけど、まあ、ホテル側も当時は一切その追加の料金等は発生しなかったというふうに言ってたわけですね、それは嘘だったのかなということもありますよね。それとそのまあみんなねこう言ってるんですよ。例えばその飲み会やって、じゃあ1人5000円ねなんて言っても、必ずなんかちょっと足が出ちゃったりなんかして、それはしょうがないから幹事がね、まあちょっとこのぐらいだったらもういいかって言ってかぶっちゃうとか、まあ、そういう話でしょって言ってるんだけど、まあ、そうであったにしても、やはりその政治資金を使ってね、そのたらずまいもし出したということなんであれば、それは政治資金収支報告書に記載をすべきだから、そこは落ち度ですよね、もしそれが事実なんであれば、でこれはこれでもう今司直の手に渡ってるわけですから、国会に呼べとかなんとかじゃなくって、司法で、きちっと型をつける問題だと思います、あくまでね、はい、あくまで、であるにもかかわらずね、また国会に呼べとかなんとか言ってね、で辻元清美さんなんかね、また桜吹雪が舞いますよ国会でなんて言ってるんだけれども、あなたそれよりもね、大はしゃぎですね。そう、あのご自分の神奈川との関係をちゃんと国民に説明してほしいと思うけれども、野党だからね、あの説明しなくてもいいみたいな感じで大はしゃぎなんですけど、大阪のお父ちゃん逮捕されちゃってるね。本当ですよ、ねえ、有罪判決出てるわけですから。有罪判決も出てるし、延べ50数人でしたっけ、逮捕されてますもんね、それでね、それとね、ただですよ、これ、はい、まあ、要するに司直の手に委ねられてるわけだから、もうその状況をきちっと見守って、それ相応のもしことが出てくるんだったらそのように対処すべきだというふうに思いますしね、そうなった時点で、まあ、安倍前総理もより説明責任をしっかり果たされるべきだというふうに私も思います。ただですね、これ変だと思いませんか。これはね、あの読売新聞のスクープから始まってるんですよ、今回 ね、 そのようですね、自然な、でこれは検察の情報がリークされてるわけです、まだ何でもないのに、なんか話を聞いた事情を聞いたってところからね、このタイミング で、でこれどういうことかっていうと、はっきり言えば権力闘争です。官邸サイドからの安倍潰しです。もうはっきり言います、そうだと思います。でそれはただね、いろんな見方があってですね、まあ菅総理自身が支持したわけじゃないだろうが、今非常にナーバスになってるんだと、官邸が。それは何かというとですね、意外に自民党の中で安倍待望論早くもあるんですよ。もうですか。さっきね、武田さんもおっしゃったように、やっぱり巷も含めて、安倍さんもう一回って声はやっぱり高いんですよ、それなりに、それとね、その、まあ、例えばですね、その自民党の中でも割合その、まあ、重要なって言ったらあれなんですけどね、高市早苗さんね、この番組にもお越しになって、まあ、総務大臣を2度やってね、党の幹部もおやりになってる人ですけれども、高市さんはつい最近あの百田さんの番組で、いや私今でもあの総理総裁に最もふさわしい人は安倍さんだと思ってますから、来年の総裁選で担ごうと思いますまで言ってましたからね。だからそんな、まあ
喋りやすい環境だったのかもしれませんけど、そういうことを公言してるやっぱりそのもうベテラン重鎮の議員がいるわけですよ。それをやっぱり面白く思ってない、うん、で菅さん自身が その、まあ、そこまで支持したかどうかっていうことにはちょっとみんな疑問を思ってるんだけど、うん、要するに官邸の、まあ、側近たちというのも、これ何とかしなきゃいけないと思っていて、うんうん、で結構ほら国会答弁なんかでも菅総理は割合にちょっと苦戦してるかなっていう場面もあるじゃないですか、ですね、だからこのまんまだとちょっとやっぱりこう国民の支持っていうのがね、つなぎ止められないんじゃないか、あるいはこの国会でまたコロナのこととかねこう追及されたりすると、支持率が下がるんじゃないか、でその中で党内でも結構その安倍待望論が高いということになってくると、ちょっとなんとかしなきゃっていうことで、その主直の手に委ねてるはずのものがどん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 こうやって毎日連日リークされてくる、しかも官邸と今べったりだと言われている読売新聞のスクープを皮切りに出てるわけですよ、これはこれで問題だと思います、こういうやり方は、まだ2ヶ月ですけどね、いろんな意味でだからその権力闘争があるのは仕方がないんですけど、あのこういうやり方でね、つまりなんか世論形成をして、特定の政治家に対して、なんか悪いイメージみたいなのを張ってね、で、まあ、安倍さんが実際に本当に3度目があるかどうかっていうのはこれからの話なんだけれども、そんな風にしてしまう、まあ、つまりそういう風に検察情報っていうのを使うと政治利用するっていうのはこれはやっぱりいけないですよね。武田さんいかがですか。そうですね、あの野党って何なのっていうまあね、自民党の中でねもうそういうこと起きちゃってるよね。だから野党が発掘したネタでもないわけじゃないですか、でしかも野党が何かよっしゃーっていう時っていうのはいつも上げ足取りだけであって、だから本質的なねこの政策論争などで、この政府を追い込んだりとか、だったら野党頑張れみたいになってなることもずっとなかったわけですから、だからいよいよ自分たちで追及する力もないし、結局出てきたものを鬼の首を取ったようにですね、それで国会招致でもすれば花形になるっていうそれだけの話で、だからいよいよ野党は何なのって感じですよね。泡沫感がすごいですよね。そうですね、なんか自民党の中で変な、なんていうか政権交代、それにまつわる激しいその権力闘争が起きる、本来だったら与野党の間で起きなきゃいけないことなんですけどねっていう、だから結局もう自民党の中での、まあ、党内政権交代といいますか、でもまあそれはですね、健全だと思いますよ、その共産党みたいに、ね、20年も志位和夫さん、体制でそこには何の ね、この積み上げてきた議論もないわけですから、党内政権交代もないわけですよね、まあ、自民党政権、まあ、戦後かなりの時間ですけども、その時に、あの全然色が違いますよね、その時その時、小泉さんの時なんてね、皇室潰そうとしてたわけですから同じ自民党でもその人は本当にね、なんかあれですね、だからむしろ野党がどうのじゃなくて、自民党の中がどうなるのかっていうのが、多分一番あの影響力が大きいんでしょうね、だからそっちに、だから今ね有本さんがこういうご指摘をしてくださったので、初めて、官邸の中で自民党の中でどうだっていうふうに目が向けられるわけですけど、これただ普通にね、読んでたらそこまではねなかなか感じられないと思うので、やっぱりその野党がどうなんてもはやどうでもよくて、自民党の中が今どうなってんのか、やっぱそれが一番重要なんだろうなと思いましたね、でね、やっぱりこの2つの今ねニュースをつなぐものはですね、やっぱり二階さんですよ、だから菅総理が果たしてその、ね、じゃあ安倍さんをこうこうして潰そうみたいなことを具体的に考えているとも思えず、これはおそらく側近が忖度してやったっていう可能性が高いんですけれども、でもね、このね、やっぱり安倍今までの一強体制を支えてきた菅さんであり、まあ、二階さんなんですけれどもね、でも菅さんが実際に政権のまあトップになってみると、二階さんにとってもこの方が都合がいいんですよ、で今回だって急にね、その大きなる人物が来るということになって、これだってもう二階さん動いてるの間違いないですから、まさか例の国賓の話を蒸し返したりしてないでしょうね、蒸し返したいんでしょうね、水面下では話題に出てたんじゃないですか、と思いますね、これについては公表しないようにしましょうとか言いながらね、
だと思いますけど ね、全力で考えたくないですね、うん、全力で考えたくないです ですね、はい、元気なんですよ二階さん今のようですね、うん、やそじを超えられてね、ねえ、はい、だけどさ、王毅外相がねさっき の、 まあ、会見もそうなんですけど、菅総理に会った後に、はい、まあろうことか日本の総理官邸の中で、囲まれて、いや、まあ、我が国のね、まあ、主権の及ぶそしてその敏感な海のところに日本の偽装漁船が来てるなんてことを言ってるわけじゃないですか、偽装漁船とはあんなことを日本の、ね、首相官邸なんかで言わせちゃダメですよ、だ一体ね二階さんのパイプって何をどう機能してるの、そうでしょ、日本にあの人物が来てですよ、首相官邸であんなことを言わせることをなんで阻止できないんですか、そこまで太いパイプあるんだったら、まあ、本来であればね、その外務大臣が、まあ、せめてねその偽装漁船が日本の偽装漁船がね尖閣海域にいるということを承知してませんぐらいのことは最低言うべきだし、言うべきですよね、で一応我が国の、ね、主権を我が国も主権を守る、覚悟ですぐらいのことを一言言えばいいわけですよね、そうですよ、せめてお尻シーシーぐらいにしておけばお尻シーシー今日はそれが押されます、あとやはりねそのなんか私聞きたいんですけどね、10年前に尖閣沖で漁船の衝突事件ね、体当たり事件あったじゃないですか、海保の船にね、あの時にあの時以来、まあ、私はこれはもうやはり日本の領海領土に対する一種の侵略行為じゃないかと、ということを日本は内外に向かってアナウンスすべきだということを結構当時雑誌とかに書いたんですよね、したらまあなんか専門家と称する人たちがあなたそれは素人ですよと、日本と中国の間に領土問題は存在しないんだから、それが存在するかのようなことを言ってしまったらその時点で負けですよって言ってたんだけど、10年経ったらこの状況ですよ、やっぱりあの時点で言うべきだったんじゃないですかと私は思いますね、領土問題が存在するというよりはやっぱり我が国の領土領海主権が、まあ脅かされてますと、いうことは言うべきだったんじゃないですかねと思いますけど、着々とね積み上げてきてるのは向こうですもんね、そうなんですよね、だからこの何事も起こってないふりをするというね一種の正常化バイアスですけれども、なんかそれ平然としてるみたいなのが大人の対応って言うんだけど、いや問題があった時は問題ですっていうのが大人の対応だと思う、慰安婦にしたって徴用工にしたってそうですもんね、大人の対応って言ってね、まあ、勝手に言わしとけって言ったら、ね、真実になっちゃったっていう話ですからね、10年20年経ってね、沈黙は金なんていうのはね国際政治の世界では通用しませんからね、本当ですよ、ダメなものはピシャッとダメだと違うと言わないと、黙ってたら認めたってことですから、そうなんですよ、で中国のね、まあ、あの人の真似する必要もないけれども張立憲ですか、はい、あの人なんかすごいでしょ、ファイブアイズの目をつぶして失明しないよう気をつけろって言った、まあ、ああいうチンピラみたいなことは言う必要はないですけれども、でもさっきみたいなちょっと考えられない発言をした時にはやっぱり国民に向けてのこれアナウンスでもあるわけだから、いやそんなこと日本が認めないよっていう態度をなぜ示さないんでしょうかと思いますね、はい、まあ、ちょっとね、まあ、余裕の笑みをかまされてしまったということですね、いや本当ですよ、本当歯がゆいですけれども、